栃木県道、群馬県道5号足利大田線は、栃木県足利市から、群馬県大田市に至る県道である。本県道は、足利市の中心市街地にある、旧国道50号高点から南西に向かい、大田市内の旧国道122号高点までを結ぶ道路である。足利市の起点からの一部区間を除きほぼ全線に、渡り道幅に車線が確保されている。 1982年に、大田市区間の大部分が、国道407号に指定され、同区間は、国道との重複指定となったが、現在も隣接する足利市と大田市を最短距離で結ぶ、幹線道路として機能している。本路線は、栃木県足利市と群馬県大田市との県境を5回、またぐ。またぐ区間は、以下の通りである。足利市狩宿町、中川町。 大田市高瀬町、大田市高瀬町足利市南大町足利市南町、南大町。大田市高瀬町、大田市高瀬町足利市南大町足利市南町、南大町。大田市植木野町本路線は、まず、足利市通り三丁目交差点から始まり、渡瀬橋を通過、さらに四箇所の県境をまたぎ、南大町交差点へと至る。次に、 ここからは国道407号と重複しながら後の県境を、またぎ、大田市、追分け交差点へと至る。なお南大町交差点からの県境までは、距離が150メートル程度であるため、国道407号が栃木県内を通過する距離はごくわずかである。足利市、通り3丁目交差点本県道は190メートルほど先の突き当たりを右折し、 渡瀬せ京北交差点や渡瀬橋へと至る。足利市、渡瀬せ京北交差点5サロの交差点であり、方向が、県道5号、方向が、県道5号、方向が市道である。足利市田中町付近をおたし高瀬町付近をおたし、追い分け交差点県道316号の起点でも、ある。また四サロの交差点であり、方向が、県道五号、国道四百七号、 方向が国道407号、方向が市道、方向が県道316号である。ありがとうございます。